Thank you.
明らかだったか分かるか分かってもらっちゃった。
もすごいね。見た滝。下の方に小学校あったけど、でもそこまで歩くっていうのは考えられないしな。あれかバス通学とかでそのバス停までとかこの辺でバス止まってとかそういうことかな。小学校じゃバスんだらこう。いや俺ら出しとったけどな、田舎の方。冬だけ。あ、冬だけ。あ、すごいね。なってるやん。すごい技術やこんな。俺軽自動車でも無理かも。あ、初めて雪ちゃう。これ。これ雪ちゃうぞ。これ。雪がちょこちょこ出てきたんや。そしたら出てきてもらうと困るけど。あ、こぼれちゃう。わーって。 あった雪が。雪運行中カーブ注意。が続きます。駐車場もゲート通過いたしますので、もうカーブ道がずっと続くような形になりますので、
恐れ入りますが、まだ立ち上がって棚の上のお荷物などお取りにならないようにお願いいたします。2.5km のところまで来ました。あともう少し走りましたら到着となります。で先に出発のご案内をしておきます。こちらのバスはホテルリラクシアといいます。施設の前で乗り降りしていただきます。のすぐ近くにもゲレンデ、そしてご利用いただきますレンタル、またリフト券売り場、レストラン、お手洗い、コインロッカー、更衣室などがありますスキーセンターという建物がございます。ホテルリラクシア前で皆様お降りいただきますとバス一旦別の場所へと改装しますので、また再びお客様お乗せするのに3時50分に降りられましたホテルリラクシア前にバスはお付けいたします。で出発の時間が4時10分となっています。
チケットには4時集合ということで時間表示がありますが、最初出発は4時10分となります。余裕を持ってご集合いただきますようにお願いいたします。また本日2台出ておりますので、お帰りに際しましては滑り終わった後着替え、それからレンタルの返却などにつきまして100人近い方が同じ時間の出発となりますので、結構一時期お時間によりましては混み合うことが予想されますので、余裕を持って の返却、それかまた着替えなどをされてください。で4時10分にはバス出発いたしますのでご注意ください。でまた4時10分までにいらっしゃらない場合はこちらの方からも代表の方にご連絡をしたり、また主催者側のリモの方からお客様の方に連絡を取ったりすることはございませんので、4時10分になりましたら出発いたしますからご注意ください。昨日といいますかつい最近も一組様間に合わずにバス発車しておりますので、どうぞくれぐれもご注意ください。でまた、お荷物の方なんですが、皆様日帰りのお席の方ばかりですので同じお席お使いいただいて結構です。ところまで来ましたので、そろそろご用意お願いしておきます。でお荷物を置いていただいて結構ですとは言ったんですが、4時10分の出発に間に合わなければもう発車していきますということになりますので、お荷物だけが大阪の方へと戻っていくということがないようにしておいてください。でまたチケット大丈夫でしょうか。前の網ポケットに入れっぱなしになっているお客様ないですか。あとスマホなども置き忘れがないようにしておいてください。そしてトランクのお荷物お預かりしているお客様はバス降りられましたらスキーハウスの方に行かれるとき必ずご自身のお荷物をすべてお持ちいただきまして、そしてスキーハウスの方へとお入りください。たまになんですがバス降りられてトランクにお預かりしているお荷物そのまま忘れてですね行かれる方もいらっしゃいますので、バスはお客様降りましたらもうそのまま別の場所へと回送しますのでご注意ください。まもなく駐車場のゲートを通過いたしますと正面の方にホテルリラクシアといいます建物が見えてきます。またそちらの前に到着するとき左側にゲレンデ、そしてリフト乗り場が見えてきます。それでは先ほどもご案内いたしましたお客様ホテルリラクシア前にバスをお付けして降りていただきました。あとは別の場所へと回送します。再びバスが皆様が降りられましたところに戻ってくる時刻は3時50分、そして出発は4時10分ですので3時50分から4時10分までの間に必ずバスへとお戻りいただきますようにお願いします。またホテルリラクシアの中のお手洗い売店などもご利用いただくことはできます。帰りはここを出発いたしますと1時間少々走りましたところの葛西サービスエリアで帰りは休憩を取る予定で走ってまいります。
お手洗い、お済ませいただいてバスへとお戻りください。2台とも同じ時間に3時50分にホテルリラクシア前に着けます。で、20号車が先頭で着けることになるかと思うんですが、ちょうど20号車のですね、表示が前に出てる状態でお客様がバスにお戻りいただくとお間違いなく戻ってきていただけるんですが、建物を後ろにして、止まりますので、ナンバープレートを覚えていただければ結構分かりやすいかと思います。一応参考までにナンバープレート言っておきます。8106、8106です。それでは4時10分出発までに必ずこちら20号車へお戻りください。そしてこれから正面の方に見えてきますリラクシア前にお付けするんですが、バス必ずしも今から止まる位置にバスが止まっているとは限りませんので、ちょっと前後左右するかもしれません。ご了承ください。左側がこちらがリフト乗り場、そして左横のこの中でレンタルの受付しています。この中でレンタルの受付、それから更衣、ロッカー、トイレ、2階にレストランあります。でこの左横 の, 茶色のコンテナあるんですが、ここには先に行かないでください。後ろ側の、玄関口の方に回って、まずはスキーセンターの方に行ってください。はい、それではお待ちください。一旦何回もいらっしゃってる方も少しお待ちください。